はい、どうも、さとちゅんチャンネルです。速報動画でございます。これね、多分最安値じゃないかなと思いますけども、イートレンドでですね、ZTE のブレード V580 がですね、9480円で販売されております。しかもね、税込み送料無料だから、本体価格にするとどうでしょう ?8000 円ぐらいなんですかね、めっちゃ安いですね。しかもですね、一応これ契約してもしなくてもどっちでもいいんですが、一応ね、OCN モバイル1の音声通話対応の新パッケージも含まれています。例えばね、初めてスマートフォン買いたい人、格安 SIM デビューしたいなという人だったら、もうこれ買えばいきなりデビューということでございますよ。で、さらにはキャンペーン、今、OCN モバイルやってましてですね、なんと月額料金が1300円。になってます。1300円。税込みで1404円かな。これで音声通話とデータ通信ができるということですね。データ通信の方も毎日100メガバイトを、高速通信分が使えるよというものになってますからね。まず迷ったらこっからスタートしてないのかな。他もね、いろいろ安くなってますよ。例えば、もうなんか30ギガとかありますけどね。ここまではいらないにしても。500kbps 15ギガのやつで2200円とかね、なんかありますから。またいろいろ選ばれてみてはどうですかね。これ、後からプラン変更することは可能となっておりますんでね。はい。というような感じですかね。ちなみにね、ブレード Z、ZTE のブレード V580 は、Android 5.1 オクタコア CPU、SIM フリースマホということでね。5.5 インチ、フル HD の、ね、ディスプレイということで、最近ね、僕のお友達の YouTuber さんなんかも結構ね、紹介されてまして、3000のバッテリー積んでるんですね。指紋センサーもついてるというところ、そつなく使えるスマートフォンとしてね、結構話題になってますよ。僕もね、これちょっとおすすめしたいなと思ってまして、僕はね、この下のグレードの E01 というスマホを使っておりますが、なかなか良いです。それをさらに上に行くスペックですからね、もっと性能がいいというのは間違いないでしょうね。はい。ということでですね、今回は ZTE ブレード V580 が9480円で売ってましたよというお話でございました。さとちゅんチャンネルでした。